大塩平八郎は、江戸時代後期の受学者、大阪町奉行組よりき。大塩平八郎の乱を起こした。通称は平八郎、意味名は正隆、後こそ、字は小木、古希。豪派連載、中県、中祭。家門は揚げ派。大塩家は、今川市の抜流と言われ、代々大阪東町奉行組よりきを務めており、平八郎は、 初代の王子を六兵聖一から数えて八代目に当たる。大阪天満に生まれた。かつては平八郎が養子で、阿波国の生まれとする説も存在したが、乱に関する幕府表情書の銀味書の記述などから、養子である。可能性は否定されている。14歳でより木見習いとして、大阪東町奉行所に出資し、25歳でより木となる。奉行所時代は、 組違いの同僚である、西町奉行よりき、湯下新左門の汚職を内部告発したり、キリシタンの敵発や破壊像の書断など、汚職を嫌い、不正を、次々と暴いた。奉行所内では、王子を疎む者もいたが、上司の東町奉行、高井実徳は、王子を徴用した。前述の湯下新左門の一件と、キリシタン摘発。 破壊像の摘発を王子を自らが三大功績としている。キリシタンの摘発は、京都町奉行所との連携で行われ、また、腐敗役人球団と、破壊像摘発は、京都町奉行所や奈良奉行所、堺奉行所など上方の諸役所にも波及し、上方の後期粛清に一役買った。文政七年、独学で、陽明学を収めた王子は自宅に、 先進道を開く。文政十三年の高いの転勤とともにより木を辞し、養子の大塩格之助に後目を譲った。隠居後は学業に専念し、先進道で指定を指導した。江戸の陽明学者、佐藤一斉とは面会したことはないが、頻繁に書簡を交わした。大塩の陽明学は、治療合一を中心思想に据えたもので、 中西学派と呼ばれる学派を形成するまでに成長した。大塩の存命時は、慣性医学の金の影響が続いており、朱子学がもてはやされたため、もともと見解人である大塩は、朱子学者からの不毛な論戦に時間を取られることを避けて、来客にはほとんど面会せず、送られてきた書簡への返信もしなかった。天保の大飢饉は、 全国的には天保4年秋から同5年夏にかけてと天保7年秋から同8年夏にかけてが特にひどかった。前者の際には大阪西町奉行の矢部貞則が大塩を古門のごとく、偶氏、また矢部の配下に内山彦次郎のような経済の専門家が揃っていたため無事切り抜けた。しかし、後者の際には やべは勘定奉行に栄転しており、後任の大阪東町奉行、後部義助は、幕府の将軍宣言の儀式費用のために、大阪から江戸への買い米を強行し、後部は、よりきの内山彦次郎を兵庫に使わして買い米に当たらせ、その米を江戸に送るなどの防制を行った。これに合わせて、豪商が米を買い占めたため、米価は高騰した。後部は、 江戸への改米を徹底するため、京から五章一戸程度の米を買いに下るものをさえ、飯捕らえるほどであったため、京の都は餓死者で溢れた。おのずと流民は大阪に流れ込み、大阪市中の治安は悪化した。大塩は大阪の民衆が飢餓にあえいでいることに心を痛め、後部に対して、蔵米を民に与えることや、豪商に買い占めを止めさせるなど、 米歌安定のための様々な検索を行ったが、検索は全く聞き入れられなかった。大塩は、豪商、河野池美雪美に対して、貧困に苦しむ、者たちに米を買い与えるため、自分と門人の6枚を担保に1万両を貸して、欲しいと持ちかけたが、幸い実ルが後部に相談した結果、断れと命令されたため、これも実現しなかったとされる。呪学は、 皇と中を重んじるが、十者たる王子をが認めた、劇文からは、王子雄が朝廷への中を念頭に、主君たる幕府への還元を行う意図が、明らかに読み取れる。このスタンスは、陽明学徒の主たる特徴である。法規の前年の天保七年き米下工などの影響で、同年8月に開国で発生した、天保騒動、三河国衣ロの カモ一揆などの大騒動が各地で発生し、大内法で10万人の死者が出た中、同年9月、大塩は、激文を書き上げて極秘に印刷させた。法規が悟られないように、反義は32分割されていたという。やがて、基金に伴って生じるであろう、打ち壊しの鎮圧のためと称して、より起動心の門人に法術を中心とする、軍事訓練を開始した。 天保8年2月に入って、もはや武装放棄によって、武行らを打ち、豪商を焼き打ちして、急を据える以外に、根本的解決は望めないと考え、天保8年2月19日に、門人、民衆と共に放棄する。大塩は蔵書を売り払ったお金を事前に、休民へ分け与え、挙兵への参加を流した。しかし、平山助次郎と、 吉見黒クロエモンの密告によって、大阪町奉行所に放棄が露見。放棄は実行したものの、当日に沈圧された。乱による火災は翌日まで続き、1万世帯以上が焼け出された。この火事で、大阪の5分の一が焼かれ、俗に王子を焼けと称された。事件後の厳重な探索で、首謀者は次々と自首、自殺、あるいは逮捕されたが、 大塩不死の行方はわからなかった。大塩は、戦場から離れた後、後部の暗殺を志してか、淀川に船を浮かべて、日が暮れるまで、大阪東町奉行所の様子を伺った。その後、四つ橋のあたりでなぎなたを川に投げ捨て、川地国を経て、大和国に逃亡した。数日後、再び大阪に舞い戻って下戦場の、ウツボ油かけ町の消火日。 吉谷五郎ろべえの裏庭の隠居宅に潜伏した。3月27日、美容師屋の女中が、いつも二人分の食事が余分にあるのを不審に思い、大阪城大土入りくらいの摂津平野京神屋に密告したことで、幕府方に潜伏先が発覚。役人に囲まれる中、養子の角之助と共に担当と火薬を用いて、自決した。年 大塩平八郎の乱が鎮圧され、1ヶ月後に潜伏先を探り当てられて大塩が、養子角之助と共に自害した際、火薬を用いて燃え盛る小屋で担当を用いて自決し、死体が焼けるようにしたために、小屋から引き出された不死の遺体は、本人と識別できない状態になっていた。このため、大塩はまだ生きており、国内あるいは海外に逃亡したという風説が、 天下の各地で流れた。また、大塩を語って、打ち壊しを予告したステブンによって、身の危険を案じた、大阪町奉行が、市中巡殺を中止したり、また同年に、アメリカの森尊号が、日本沿岸に侵入していたことと絡めて、大塩と黒船が江戸を襲撃するという説も流れた。これらに加え、大塩一等の遺体の卓計をすぐに行わなかった。 ことが噂に白車をかけた。幕府の吟味は、乱の関係者が数百人に上ることに加え、未曾有の大事件であったため、大阪町奉行所と江戸の表情所の二段階の吟味となり、一年以上の長期にわたることとなった。事件の大きさからすれば吟味が遅延したとは言えないが、天下の注目を集めただけに、町人出身の慶の老樹、以外軽所のように、 なかなか仕置きが定まらないことに不信を持つ者も,も多かった。乱首亡者はほとんど捕獲時に自決するかその後の過酷な取り調べにより死亡したが、処分決定まで死体は塩漬けにされて保存された。天保9年8月21日、罪状が宣告され、王子を平八郎をはじめ首謀者19人のうち、生存していた1名を含めて、塩漬け死骸が、 大阪南港の日田刑場で卓刑に処された。その他、残首17名、遠二23名、何らかの処罰を受けた者は750人に及ぶ。卓刑の様子は、竹上万太郎を除き、塩漬けにされて、人相も明らかでない遺体が十数体貼り付けに、されるという異様な風景であり、生存説を、さらに加速させることとなった。ただし、 大塩の友人でランチンアツリツ役者となった坂本玄之介は支柱引き回しとなった大塩の遺体を見た知人の話として確かに大塩の面影があったと松浦聖山に述べている大塩の肖像画としては菊池洋斎が描いたものが非常に有名であるしかし菊池は大塩に面識がなくこの絵もいつ頃描かれたものか詳細は不詳である 大塩が逃亡した後、町奉行所が全国に手配書を配っているが、そこに大塩の要望が詳細に書かれている。手配書には、蒸気のように、せかっこうつねからが中肉と記されている。石崎東国、大塩平八郎殿に、門人の証言が引用されているが、それによると、大塩の要望ですが、なかなか美難でござりました。 身の丈は五百五十六寸、少し痩せすぎですが凛としたとした風彩はそりゃ立派なものですとあり、このため身長は百六十センチメートル大後半と見られる。大塩事件研究会によって、昭和51年、大塩不死の終焉地金傍の大阪市西区、宇ツ本町一丁目十八番十二号に追悼碑が建てられた。石踏みには、 大塩平八郎周縁の地と刻まれ、大きさは横2.24メートル、高さ1.13がメートルである。周縁地である、油がかり町の美容師屋の跡は、この石踏みがある道路の一本北の道に、北面していた。2021年、宇都保公園へ移転した。平八郎と角之助の墓は、大阪市北区の成政寺にある。 戦災で破損した墓を1957年に復元したものである。昭和62年、墓の隣に大塩の乱に準じた人々の日が混流された。毎年、明日の3月29日に異例法要が営まれる。いずれも、乱の直後に大阪町奉行所によって禁書とされ、売買を固く禁じられた。出版状況については、 関連文献武士を参照。大潮の主著の概略は、著書武士を参照。大潮平八郎の一件は、事件発生直後から話題を呼び、随筆や実録本でルフした。実録本の内容は、明治期の観光物にも受け継がれた。これら以外にも多数の小説がある。ありがとうございます。